ぱりインフルエンザの絵が寄せて出てますね。ちょっとまだ薄くて分からないかな。あ、こっち、こっちですね。ちょっとうっすら。福岡市城南区にある小児科のクリニックでは、今日も朝から発熱した子どもと保護者が診察に訪れていました。ちっちゃいからですね。やっぱこれでインフルエンザとかだったらきついだろうなっていう、そういう心配はありますね。このクリニックでは、先月中旬からインフルエンザと診断される患者が急増。1週間で100人を超えたこともありました。まあ、ここ2年ぐらい流行してなかったので、ワクチンも打たれてなかった方もいらっしゃると思いますし、はい、そういうところでまあ準備ができてなかったというかですね。陽性者が減少傾向にある新型コロナウイルスとは対照的で、今日の午前中も新型コロナの陽性者はいなかったのに対し、6人がインフルエンザと診断されました。2年間流行ってないので、皆さん、特にちっちゃいお子さん、3歳以下とかそのくらいのお子さんって全然免疫、今までインフルエンザに暴露された経験がないので、そのあたりのお子さんっていうのは免疫がないからかかりやすくなるでしょうね。だから保育園とかそういうところに行ってある方はもらう危険性が非常に高いと思います。このクリニックでは今月に入ってインフルエンザの患者数が少し落ち着いているということですが、まだ気を緩めるわけにはいかない気になる動きが今日見られました。今はこの地域、城南区では A が全部、ほとんどが A です。今日初めて B が1人出ましたけども、まあ、一般的には今までの流行のタイプで言いますと A が出てだんだん減ってきます。で、減り際に今度 B が少しこう増えてくるっていうのが例年の流行の形態でしたから、まあ、今年もそうなるのかなと思ってますけど。流行が長引く恐れがあり注意が必要な3シーズンぶりのインフルエンザ。感染対策としてはワクチン接種のほか、すっかり暮らしに根付いた新型コロナの感染対策が有効で、新藤院長は今後も徹底してほしいと話しています。全く予防接種まずしてらっしゃらない方は間に合うかどうか分かりませんけども、受験生とか特にまだ3月とかに高校入試なんかありますよね。ですからまだ今からでも決して遅くないんで、かかってない方はされた方がいいのかなと思います。もちろんそれプラス、あとうがい、手洗い、マスクですね。もちろん大事なことは人、あんまり人混みに行かないっていうことが大事なことじゃないでしょうかね。福岡市早良区の幼稚園です。外遊びから帰った園児たちはまず念入りに手を洗います。さらに部屋に入るときには手指を消毒することにしています。手洗い消毒に加えて、園に来たときや帰るとき、給食の時間など1日4回の検温をしています。これだけ感染対策を徹底していても、先月31日には園児24人がインフルエンザで欠席、休園の一歩手前まで追い込まれました。先月の23日の週からすごく増え出しまして、約2週間ですね。コロナはそこまでは感染が広がってないんですけども、インフルエンザの方がすごくなっているので、はい、引き続き注意をしていきたいと思ってます。新型コロナ対策で国が求めてきた屋内でのマスク着用を今後緩和する動きがあることについても慎重な姿勢です。マスクはすごく有効っていうのが肌で感じているので、うちの園では保護者の方にご協力いただいてマスクは着用ということで。福岡市内の保育施設では新型コロナやインフルエンザの感染に加え、感染性胃腸炎の集団発生も相次いでいて、日々の感染対策に神経を尖らせる状況がまだ続きそうです。